はい、どうもこんばんは、ラムノットです。ステイシス実況続きやっていきたいと思います。本日ついに最終回を迎えます。とか言って最終回じゃなかったらどうしよう。いや、このステイシスシリーズはですね、まあ、実況動画とかって割とシリーズね、回を重ねるごとに再生数ってどんどん下がっていくんですけど、不思議とね、まあ、サムネのインパクトかな、まあ、それもあるとは思うんですけど、俺が読んでるだけなのに割とね、再生してもらえてるっていう、かなりレアな初めてのコンテンツなので、うん、最後までなんとか来れました。まあ、ブリッツさんの、日本語ガモントのおかげもありますけども、本日最後までできればやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。今回の動画も高評価、いいね、よろしくお願いします。職員さんはチャンネル登録もよかったらしてみてください。他にもホラーゲームやってたりもします。というわけで、奈良さん、ゲーマーさん、ルーさん、朝平さん、ハンナさん、レシラックさん、メグさん、IH さん、こんばんは、ありがとうございます。サマさんもこんばんは。というわけでやっていきましょう。カンティニュー。ああ、俺早速読まないといけないんだ。ちょっと心の準備をしますね。さあ、行きますか。前回ちょっとね、もう顎痛いっつってやめちゃったんですね。PDA。これがね、ドクター G マラン。太ったエリック・クラプトンですよ。いや、ちょっと太ったエリック・クラプトンちょっと言いすぎてね。なんかね、ディスってるみたいですけど。大好きですよ、クラプトン。レイラとかね。1月1日、新しい年が始まりました。新しい年が始まりました。歯車は回り、グルームレイクは全人類のために科学的発見の先頭を走り続けています。しかし私には不満がある。私の部下たちは新年を祝いたがります。なぜなのでしょうか。なぜ宇宙の深淵を航行中の戦場で時代遅れのグレゴリオ暦という馬鹿げた概念を祝うのでしょうか。理由は明らかです。彼らは未知のもの、異質なもの、不可解なものを恐れているのです。私はそうではない。私は容赦のない宇宙を両手を広げて受け入れています。私たちが行う研究の問題は、それを行う人間が良心や自責の念、そして時には恐怖にさえ縛られていることなのです。私たちは無限のものを把握しようとし、その宇宙の壮大さにそぐわない枠組みを与えてしまっているのです。権威者の特別プロジェクト主任になって今年で10年目になります。私の発見と知識への探求にもかかわらず、私は事務処理、科学者の倫理、そして取締役会に一緒に座っている堕落したゴマスリたちにことごとく妨げられているのです。もし私が彼らから解放されれば、私の言葉は神になります。会社の言葉ではありません。それでも彼らには使い道があります。研究は権威が行い、グルームレイクは彼らの資金と人材で運営されています。しかし、いずれは全てが変わる時が来るでしょう。私の言葉を覚えておいてください。まあでもね、こういうマッドサイエンティスト的なね、人がいるから科学ってね、進んでいったりもしますからね。一概にね、そんなことしないでよみたいなね、ことも言えませんよね。次。3月19日、あらゆる部署から保管場所のミスやサンプルの汚染についてメールが殺到している。この壮大な仮想パーティーは時に実際の価値以上に退屈なものだ。最悪だったのはドクター・ウェイト、あの技術者キャリスターでしたか。本来ならこのような問題児はすぐにでも始末したいところなのですが、なかなかそうはいきません。問題児は問題児として受け入れなくてはなりません。彼らがいなくなれば、彼らの主張が正当化され、誰かが必ず落ちた十字架の成果を受け継ぐことになるからです。ドクター・バックマンの傾向を抑えるのが難しくなってきました。彼の欠点は十分承知しています。この老人は素晴らしいのですが、狂気も持ち合わせています。反社会的な喜びで仕事に取り組んでいるところがあります。彼は便利な存在です。彼はシードのためにももっと多くの死体、特に最近妊娠した女性を要求していますが、そのような女性はほとんどおらず、輸入も簡単ではありませんから難題です。この件に関しては水面下で進める必要がありそうです。この辺からね、妊娠した女性を集めてたんだ。5月20日、あの間抜けなドクター・グレイが停電の結果、愛する昆虫たちが攻撃的になったと、またまた愚痴をこぼしていた。それがどうしたんでしょう。敵の上にでも放っておけばよいのです。シードの重要性は水耕栽培のプロジェクトよりも何千倍も大きいのです。もちろんドクター・グレイとチェスをするのは好きですよ。毎回私が勝っていますが、彼は誰にも言っていないでしょう。彼は私の次の最有力候補であるとちらつかせば、私が興味のある人に喜んで連絡してくれるようだ。セバスチャン、あなたに私の仕事を処理することはできない。いや、不可能だろう。
そうでないと思うならあなたは私が想像するのと同じくらい大バカ者です。私が予見した日が来ればあなたの腐った死体が私の足元にあるでしょう。そして私は笑っているでしょう。だいぶ高圧的だね。7月4日建国記念日ですよ。ドクター・ウィリアムズ、あ、でもこのゲームはね、南アフリカですからね、あんま関係ない。ドクター・ウィリアムズは、私は彼女の個人的な研究について知らないという妄想をまだ抱いているようです。公式にはスタッフが個人的な研究をすることは違法なのですが、これは興味深い。死んだ恋人をハイブリッドで再現しているのか。なんて魅力的なんだ。もしうまくいったらそれを利用させてもらおう。うまくいかなければ、他の不合格品と一緒に焼却処分行きだ。彼女は取り憑かれている。デサントスが彼女の妄想に少なからず加担していることは知っている。彼女の秘密の研究が私の問題にならないことを分かっている。または彼女をシードプロジェクトに参加させないことも分かっている。何の話でしょうね。10月23日、死体処理場から流出した汚染廃棄物が船内を汚染しているようです。それが菌類を発生させているとドローンから報告が入っています。菌とは興味深い課題です。ドクター・パックマンには腹が立ちますが、意図しない副作用は非常に興味深いものです。私はドクター・グレイに多くのことをほのめかしてきました。もちろん昇進と栄光をちらつかせて彼のエゴを襲撃しておきました。エンジニアは金の駆除を望んでいるようですが、それを遅らせることはできるでしょう。この実験は日に日に魅力的になってきており、私は指一本さえ動かす必要がありません。彼らが要求で受信トレイを満杯にし、ローマが燃えている間、私はバイオリンを弾いて時間を潰すつもりだ。とにかく私たちはここで十二分に安全であり、これはある種の必然性を持っているのです。私はこの実験が成長するにつれ、日々の出来事を記録していかなければなりません。11月30日、予見していた通りパニック、破壊、騒乱、それでもシードは続いている。熱狂と炎が沈まればデッキの残骸を一掃し、その全てを私の美しいハイブリッド作品に再利用しよう。もう人類のために植物を育てる必要はない。神はもはや機械の中にはいない。私が神なのです。12月25日、私の美しい子供たちは自ら発達しています。殺し、学び、適応しています。原始的な種で道徳の飾り気がありません。今がその時です。何年も前に一度誕生しかけましたが、人類は自然の後継者を恐れて絶滅させました。この組織的な駆除に優生学戦争という名前が付けられています。世間はこれを企業間戦争と呼んでいる。本当は組織的な大虐殺だったのです。人類はゲルント教授の驚異的な発見を受け入れる準備ができておらず、それを破壊しようとしたのです。もちろん彼の研究は完璧ではありませんでしたが、彼が引き継いだのです。私は人生の大半を牽引者の一員として過ごし、ゲルント教授の現地にアクセスすることに費やしました。ケインという老人が私をトップに押し上げたのは、人類を完成させるために科学を活用するという理想を共有していたからです。しかしそれを実現するための方法については意見が分かれました。私が病院のベッドに横たわる彼の顔に枕を押し当てた後、彼はそれ以上話すことはなくなりました。全ては崇高な目的のためになのです。乗組員が死んだり瀕死であったり不潔であったりする場合、生の被験者から我々の死を製造することは、想像することは不可能ですが、それはほとんど問題ではない。血管のあるものは全て肥料に変えることができる。生き残った種族の完成を促進するための役に立つ。さて課題はグルームレイクを他の船の射程圏外に移動させること。誰も生きてこの船から逃げることは許されません。優秀で強い生存者は新しい種族の一員となります。私は彼らの創造者です。私は支配し超越します。ニーチェですよ。これ12月25日ね、ジーザス様の誕生日に新しい種を生成してしまう、想像してしまったわけですね。今日舌の調子いいですよ。割と噛んでないね、割と噛んでない。なんかね、もう侮辱罪が成立するとかでね、もうこれ以上皆さんが噛むノットなんていうことは許されませんからね。2月2日、デサントス、あなたにはとても失望しました。球団信号ですか。我々はシードで同じ考えだと思っていました。この裏切りにはあなたを去勢して破壊してあげましょう。あなたの血管だらけの体は私の子供にはふさわしくない。今はこの呪われた信号を止めなければならない。マーヴィン、私から隠れることはできませんよ。薬漬けのクソガキが。マーヴィンはちょっとライバルっぽいね。皆さんこんばんは、ありがとうございます。よければ高評価、いいね、よろしくお願いします。これはセルハウジング、キエイ
ですね。ここに前回手に入れた電源セルをはめ込んでいくのかな。カムノット、カムノットっていう風にね、僕を煽る人がいるんですよ。あ、出た、出ました、カムノット。舌がね、短いんでしょうがない。ね、舌が2センチぐらいしかないんでね、本当にね。電源セル。噛むときめっちゃ噛みますよね。疲れてるんだよね、多分。噛むときって本当に。さあ、どう？体力マックスになってる。多分何かするんだろうね。あ、手術用レーザーね。手術ってちゃんと言いました。ゆっくりですけど。新しい遠隔操作可能な手術用モデル。ユウさんこんばんは、ありがとうございます。ウィーン。わ、こんなのアウトラストで見たな。クソ、殺してしまった。これが誰なのかはわからないし、内臓を抜かれた生物、殺す必要があったのかもわからない。いいのかな。まだ使いますよ。うわお、何してるの。あ、これ何回か使えますね。あ、施設を破壊しようとしてるんだ。なるほどね。すごいよ。ライトセーバー以上。ライトセーバーといえばね、ダース・ベイダーをね、オビアンが刺したときはね、あ、違う。ダース・ベイダーがオビアンを刺すとね、サクッとオビアンが消えるんですけど、でもクワイガンがダース・モールに刺されたときは、実体が消えないっていうね。やっぱあれはライトセーバーが、進化してるってことですよね。何の話？この話が分かる人もどれぐらいいるの？あ、ガラス割れた。なるほどね。ここに行きたかったんだね。行きますか。いや、今日は舌が回る回る。まあ、こういうフラグ立てていきましょう。どっかでめっちゃ噛むんで。警告。環境制御と生命維持装置が損傷しています。ビジターセンターに報告して、さらなる指示を仰いでください。いいね。ついにドクターマランとバトル。どこ行くんだろう。あ、こっちかな。異常な神経活動を検出しました。異常な神経活動。マスクゾーンとか書いてありますよ。壁に沿って表示された危険を示すサイン。どうするんだろう。マスクゾーンって書いてある。こっちから先にね。こっちまだ赤でいけないんだよ。お。いや、オビワンの死体が残らなかったのは、やっぱりあっちの方が、やっぱクワイガンが死んだ時よりね、時代が後なんだよ。ライトセーバーで溶けるようになってるんですよ。わかんないけど。みんな死んでますね、ハイブリッドが。ニューヨークもなんか2035年までにはね、ガソリン車を販売停止するってね。うわ、ラベ、およびおよ、死んだんちゃうんかい。一個一個調べるだけですか。なんかないのこれね。せっかく来たんですから。え、何、ビビらせたかっただけ。え、何これ。何もないじゃん。誰も生きてない。戻るか。英国。あ、こっち行け。のぞき山戸の、うわ、すごいことになってる。死体だらけだ。世界はこのことを知らなければならない。ひどいよ。虐殺だね。
でもこれも人間じゃないからね、多分ハイブリッドなんだよね。死体ガスが噴出し距離でこいつりついた生物たち、怖いですね。お、なんか変わったよ、空気感が。大気悪化、あ、やべ、嘘、あ、ガスマスクゾーンだもんね、嘘、うわぁ、ドクターマランだ。もうやばいやつって絶対鼻歌歌ってる。南アフリカってやっぱアパルトヘイトとかね、なんかああいうのもあるから、そういう人種というか自分と違う人たちへの考え方とかちょっとやっぱ日本人と違うね。ついに来てしまったよ。ナスディさん、こんばんは、ありがとうございます。何を言ってるの？この野郎、聞いてちょうだい、マラン。ドクターマランだ。合理的に議論しましょう。もう結構。また会いましょう、ヘンドリー。忘却の体よろしく。マルチック君、この卑怯者め、心配いりませんよ。この小さな家族の再会を早めてあげましょう。マラン、レベッカに何をした？どういうこと？彼女はここにいますよ。レベッカ、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 早っ。何これ、何これ、私のライフワークを奪ったんです、マラチック。Now let me return the favor. 今度は私がお返しをしました。 Page 7 Open。 ショーを楽しんでください。私はユダの相手をしてきます。ちょっと待ってよな、レベッカめっちゃ早いよ。なんかいろいろ、レベッカ、俺の娘か、レベッカ。レベッカは部屋の中で遊んでいて、あなたが近くにいることに気づいてない。マジックミラー号だ。ほら、めっちゃ早いよ。なんか、めっちゃ回ってるよ。ベイブレードだ。お、ハイブリッド、ハイブリッド、OK、これ開けちゃっていいの？言えた。レベッカ、ダメだ。うわ、いる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 。嘘でしょ、嘘でしょ。うわうわうわ、嘘でしょ、嘘でしょ。ちょっと久しぶりよ、ここまできついやつ。頑張ってきたんだよ、きついよそれは。嘘でしょ。うわ、もう姿も、うわ、テディベアだけある。かつての安らぎのおもちゃは今では鮮血で汚れてる。嘘でしょ。ジョン、ジョン、感情的になっているのは分かります。まだエレンを救えます。お前はなんで俺の手伝いをしてくれてるんだ。ちょっとめっちゃショックなんですけど、
こんなの、こんなのね。いやー、これはひどいね。娘さんの DNA をスキャナーにかける必要が。悪夢の中に生きてる。そんなことできない。選択肢はないの。マランは怪物よ。エレンを探さないと。レベッカの血液をスキャナーに入れる必要がある。今すぐに。なんでそんなに口調が荒いの。俺はこの人ずっと疑ってますからね。いやまあ正直ね、娘亡くなったらね、もうね、生きる意味ないですよね。ジョン、ジョンの PDT、 ジョン・マラチック、俺のだ。ここか。 DN スキャナー、テディベア、さようなら。DNA シーケンス開始。完了しました。スキャン中。そこから出られる？ああ、もうテンション下がっちゃった。リサイクルステーションで処理するため、生物材料を破棄します。0314。ここに？眠りなさい。私の天使。嘘でしょ。うわ、めっちゃ滑ってます。あぶねえ。うわ、ここも死体だらけだよ。通路、びっくりマーク。高いよ。さすが。ジョン、いる？彼女を見つけたわ。あなたの奥さんはミリタリーウィングに。私は今そこに向かってる。いやー、こんなのきついって。あ、防護服の死体から何か取れます。なんか出てきた。グローブ。PDA。 ドウェイン・ジョンソン、排水サービス技師レベル3、ログ。見捨てられた。そんな感じはしない。裏切られた。これもまた深い悲しみだ。自分の家族に裏切られ、見捨てられるなんて、なんて言ったらいいのか。マギーが政府から条件なしで1万ドルの現金がもらえる選択的自殺補助推進策の抽選に私の名前を登録。してからもう10年になる。彼らはそれが素晴らしい取引だという。現金と私の名前が選択される超スリムなチャンスだけ。長い目で見れば生活保護受給者が1人減り、私の家族には現金のボーナスが入るので州は得をするのだ。私には発言権があったかって？いえ。そして4月15日、バーン。私の名前がその数千人の不運な人たちと一緒に選ばれた。私は唯一できること。今までそれしかやってこなかったことをしたんだ。つまり逃げたんだ。現社に入社し、吸血鬼の妻からできるだけ遠くに向かった。こうね、怖いお嫁さんだったんだ。宇宙にも逃げたくなるよね。私はここで自分のランクを上げました。レベル3になってシードへの限定的アクセスが許可されたんだ。私は奇妙で嫌なものを掃除することになったけど、少なくとも誰も私に話しかけたり質問したりしてこないので、私にはちょうどよかった。誰が気にする。少なくとも私は生きていて自分の運命を支配している。そんなことを思いながら、ここ数日、私は死者だけを相手にこの部屋に閉じ込められている。誰も私を探してはいないが、少なくとも体が酸の水槽に落ちるのは思いとどまっている。あの緑色の液体はより良い場所への出口かもしれない。一口飲めば自殺を手助けしてくれる。これを読んでいる人で、このメッセージを妻に伝えてください。くたばれ、マギー。マギーって言いましたね。あ、ドウェイン違いでしたか。ドウェインって聞くとね、やっぱね、今その人になっちゃいますよ。3、サイフォンから流れる腐食性のある液体が、あ、これはね、これはいいチャンスですよ、皆さん。これはいいチャンスですよ。どうかな？
いきますよ。あ、ダメ。まあ、どうにかこの三シャワーを浴びれないかなって思ったんですけど。三シャワー。三シャワーと、他は？上に行く方法あるんですかね。上は行けないんだ。あ、この下かな？違う、この、ね、下に、ん？わかった、グローブだ。これで、ね、これですね。よーし。あー、ここだ。頭を低くして壁から離れ、そして耳を澄ますんだ。Yes, OK。来ましたよ、皆さん。1回目。2回目。まあ、娘、もう、死んじゃったんで。あれ？ダメ？あれ？あれ？死なないの？来た！飲みます。宇宙空間にもう一人でさ、唯一の一人の娘が死んじゃったら全然するよね。もうそこまで来たらもう死後の世界でね、再会できることを信じるしかないじゃないっていうね。さあ、ゲットです。どこにいるんでしょう。この辺が溶けるんじゃないですかね。これだけひときわ明るいし、ほら完璧。サエノットですね。おっ、おしゃれ。なんかこういうの好き。危なかった。あれは本当に危なかった。落ち着くんだ。パニックになったらおしまいだ。集中するんだ。呼吸して。おー、くそ、応答してくれ。聞いてるわ。やったわよ。今保管庫に見られてないみたい。はっきりしたら連絡するわ。 I'll be waiting。で、予備酸素プロセッサーに重大な障害が発生しました。緊急避難のためビジターセンターに報告してください。死体 AJ シュレーダー、ナノアンドレデウェイター、トーマス・ロホルツか。義手。あ、なんか出てきたよ。ほら、人の残骸の中にいますね。開かないもんね。すごいことなってんじゃん。あ、こっちも行ける。配電盤。溶けた危険よ。これだね。それがうまくいくわけがない。もう義手かな。じゃあ義手もなんか血まみれよ、これ。お、いいですね。ああ、死んじゃったじゃん。皆さんこんばんは。今回もありがとうございます。本日最終回です。皆さんよければ高評価まだ押してない方よろしくお願いします。初見さんはチャンネル登録もしてみてください。多分だからグローブ自分ではめないとダメだね、最初にね。あ、すごい、ちゃんと。初めて気づいた。これ見てるとき、見てほら、ちゃんと手が。くっつけて。ああ、いいですね。あ、これで完全です。
CA 再生ラボにいる。そこには腕が足が一歩ずつだ。エレンはあとどれくらいだ。近くにいる。うわ、この扉はね、ステイシスがないと止められないよ。ステイシスが。ステイシスがいるね。あ、歯車ね。ダメなんだ。これはなんか止めないとダメだね。この残骸、死体。あぶらおよおよ危なーい。危ないけど。あなたのおかげで、なんとかできそう。これはレベッカからだ。出ました。ハイブリッドの内臓。いや、ほんとにね。娘の仕返しをしてやりたい。歯車に詰めます。ステイシスがなくても。デッドスペースのリメイクもね、ようやくトレーラーが。さあ、後戻りはできなくなったよ。もうすぐハンガーだ。状況を説明する必要があるの。どうした？これはこれはヘンズリーが我々の友人を連れてきてくれたようですね。マローン、ティオPDA 点検パッドは、あ、電源は通ってそうだよ。ああ、でも動かないですね。まあ、PDA 読もうかな。死んでる。あ、PDA 長い。あ、めっちゃ長いやつです。ちょっと水分補給します。なんかここ音でかいですか？大丈夫？ジャレット・ウィンズロー。ドン・ウィンズローみたいな。2月6日、スコッティを悪く思わないよう努力していますが、あの子は思いやりがない。それに彼が使う大きな言葉の意味も分かっていないんだろう。故郷に帰ったらビジネスのパートナーになれるといつもほのめかしてる。僕は宇宙船での仕事を選んだんだ。僕が仕事を得るのに助けが必要だと彼は思ってるんだろうか。3月15日、グルームレイクに高速輸送システムが開通する前は、人々はこのとても遅い輸送ポッドで移動していたんだ。見つけた。木箱の後ろに隠れてた。1ヶ月ほど前から調べてたんだ。きっと動かせるはず。4月1日、スコッティがエイプリルフールの冗談をやってきたんだ。僕がポッドで作業している時に水をかけられた。僕は思わずレンジで彼に怪我をさせてしまった。とにかく僕はちょっとした冗談で彼のお気に入りの本に火をつけてやるつもりだ。でも今日じゃない。いつか彼が予想だにしないときにだ。仕返しが本気すぎる。6月5日。ポッドは素晴らしい出来栄えだ。あと2ヶ月ぐらいしたらテストできるかもしれない。弟のジャドはさぞかし自慢に思うはずだ。彼は昔はよく車の修理を手伝ってくれていた。ある時ブレーキを直していたらジャッキが壊れてしまったことがある。彼は今天国にいるけど、僕はまだ彼に負い目がある。僕は毎日祈ってる。神様は僕がそんなことをするつもりはなかったことを知ってる。僕はもうあまり怒らないようにしようと彼に約束してる。8月22日、すべて完成した。ナライトマシンで印刷したパーツもあるけど、ステファンはあまり気にしていなかったと思う。早く試してみたいね。お、トラウマさん、こんばんは。CK3 の DLC ありがとうございます。嬉しい。よかったです。喜んでもらえて。もうトラウマさん、ね、エイジオブエンパイアばっかりやってるから。好きなんだろうなと思って、ツイートもありがとうございました。8月23日、スコッティがポッドは動かないと言うし、そのせいでトラブルに巻き込まれるとも言う。一体何様のつもりだ。ちゃんと動かして確認したんだ。僕はバカじゃない。息をするのも苦しくなってきたわ。ただ、これ女の人？ジャレットでしょ。苦しくなってきた。ただ祈るだけだ。スコッティみたいなやつでも、ね、神様は何らかの理由で生かしてるんだ。10月24日、アルバートが変なキノコが生えているのに気がついた。掃除しないと。10月30日、いいニュースと悪いニュース。洗濯の日にママみたいにゴシゴシ洗ったので、頑固な汚れはほぼなくなった。悪い知らせはそこら中にはびこっていることだ。
僕が本を燃やして以来、スコッティは本当にいいやつになった。あ、なるほどね。スコッティが日に日にいいやつになってくる。聖書には僕が優しくすれば彼は変わると書いてあったのにどうしてだろう。神の家では少しのパンが大きな役割を果たすのかも。あー、なんかこれは難しいね。なんかちょっとついてるよね。優しくすれば図に乗るタイプの人もいるし、やっぱ脅していけばこうね、萎縮していく人もいるから、そういう話だよね。くそ、これはまずい。船のレベル7がロックダウンしてる。僕たちここでお互いに本当に親しくなれそうだ。12月23日、みんなお腹が空いているに違いない。あちこちで悲鳴が響いている。スコッティと僕はエンジニア区画を閉鎖した。バスケットを通じてアンブリカルブリッジを閉じた。双子をそれらに近づけないようにしなくては。双子？ジャドの時とも全く同じだ。誓ってそんなつもりじゃないんだ。スコッティを黙らせ、騒ぐのをやめさせることができなかった。僕は彼を黙らせたかっただけなんだ。誓って強くは押してない。全く彼はすごくうるさかったんだ。もう我慢の限界だった。彼はずっと僕より上だと見下していた。まあもう死んでいるんだけど、僕をじっと見てる。どこかに隠さないと。12月27日、彼の声が聞こえる。彼が笑ってる、泣いている。冗談を言っている彼は止まらない。やめさせることができない。皆はドライバーで何でも直せるという。すでにスコッティは直した。ジャドも直した。神は壊れた人々を直すことを望んでいる。僕も直せる。こいつもなんかちょっと、だいぶ来てますね。ん？テストデータベース。テストメッセージ。ポット端末の修理を試みる。オン、オープン。他の機能をアクセスするにはどうすればよいか。動作させたつもりが、まだ動きません。まだエントリーを作成する以外のことはできません。システム通知。Fuck you, you ain't got them radio が無効化。受信者が現在オフラインです。これはもう完全にもう、システムにイラついて書いたんだね。無線機だ。データベースインコンプリート。アップデートされてます。端末がポッドを認識するようになりました。ポッドドアの油圧にアクセスできますが、開くことはできません。なんでやねん。ポッドが機能します。使えるようになりました。端末は十分に機能しますが、テスト投稿を消去することはできません。この今までのね。このリってめっちゃ懐かしいね。今の人はこの RE がわかんないらしいですよ。昔はね、こう好きな女の子とメールのやり取りするときに、このリがどんだけ溜まっていくかを楽しみにメールをしてたんですよ。たまにリセットされちゃったりね、たまに新規のメール作られちゃうと、あ、終わっちゃったみたいな。そんな話はいい。メンテナンスベイポットオープン。開いたよ。エレン、今行く。何これ、怪しい。なんでこういう時椅子だけ出てくるんだろう。面白いよね。めっちゃハイテク。いや、こういうの欲しい。俺もなんかね、すごいとこ来たよ。自分のゲーム実況専用の部屋とか作ってさ、ああいう椅子でなんか、よし実況撮るかみたいな。椅子座ったらこうくるくるってか、くるくるって回転してね、マイクの前にパッて行くみたいな。いいじゃん。で、どこ行くのこれ。今廃棄エリア？今廃棄エリアかな？わかんない。あるいは溜まりすぎたら一個だけ残して、やっぱ残しますよね。やっぱの続いてますよっていう、なんかありましたね。お、 IDD さん、こんばんは、ありがとうございます。蜂の巣、ハイブですよ。これらの生物は本来の本能に従っているんだ。繁殖すること、食べること。マテイ・オイエン・バジレ。まあね、本当はそれでいいんだよね。もう生きるのに必死でいいんだよ。死体。柔らかい有機成長物。あ、めっちゃ行きますよ。おお、タワー。保険廃棄物処理施設のメンテナンスの修理が9125日分と届いてます。9125日って割とですね。まだ動いてますよ、ハイブリッドが。この場所ほど嫌なものは見たことがない。クモスみたいだね。プラズマカッター。
わ、でかいの拾ったよ。ヘビーローダー。工事中に閉じ込められたみたいだ。ヘビーローダーですね。これ取ってどうするの？成長物に組み込まれたローダー。あ、なんかボックスもありますね。あはーん。あ、なんか取れた。取れちゃったけど、いいのかな？いいんだね。で、以上かな。僕は知らない体験。いや、若い世代ですね。いいですね。僕もね、もうそろそろ68なんでね。来年69かな？うん。来年は69。今年68を迎えるんでね。俺一番最初どこにいたんだろう。あ、現在地ね。最初にいた場所かな、これ。帰ってきましたけどね。あ、これはね、でもね、前回ね、ある方法で死んでるんですよね。ある方法で死んでるので、同じ方法で死んでるはずです。この電源パッドに立つと、ある一部のね、アイテムが使えるんですよ。こういうやつが。ほら、反応しないでしょ？いきますよ。来た。来た、これ。嘘。予想外の死に方じゃん。プラズマカッター関係ないやん。RE を返してくれる相手がいなかったもので。ああ大丈夫ですよ、オセロットさん。大丈夫ですよ。無線機とかですもんね。ですよね。メールとか使わないタイプの人ですよね。もうその頃からもうライブでこう、スカイプ的なね、スカイプというか無線とかで。もう、俺はメッセージじゃねえぜって。あ、乗っちゃった。待って。ちょっと待ってね。もうちょっと何かできるはずなんだよ。今日のやってみようのコーナー。これやってみようのコーナーが一番楽しい。しかもね、一個だけミスってるのがね。あ、冷蔵庫あるじゃん。もうこれ開けろってことでしょ？いいよ。冷蔵庫開けて何が出てくるかな。うわお！凍った体。冷蔵庫でしょ？でも。冷蔵庫なのに凍ってる。まあ、壊れてるのかもしれないしね。EDA。エイジェルワースさん、こんばんは。ありがとうございます。あ、こいつ、スコット田中。スコット田中。ちょっと。これでもさっき、やられたみたいな。エイプリルフールのジョーク。違うのかな？ちょっと水分補給します。よし、行きましょう。2月6日。ジャレッドは有用なビジネスパートナーになるだろうが、私がそれを提案しても彼は激怒して僕の家系ではありえないとわめき出すだけだ。この人は自分より知的な人の助けを全く借りずに何かを成し遂げられると本気で思っているのだろうか。ちょっと話し方疲れてきた。グルームレイクは今のところ乗船するのが楽しみで仕方がない。地球上にいるよりもずっと楽しそうだ。我が家のプライベートアイランドでさ、プライベートライアンですね。プライベートアイランドでさえ、これほど楽しいものはない。確かに、原住民の動物はすべて狩り尽くしてやることがほとんどないというのもあるけど、しかし宇宙は無限大。エイプリルフールのジョークは2週間近く前から計画するのはちょっと情けない気がする。特にジャレットに水、ほら、こいつじゃん。
ジャレットに水をかけるという単なる悪ふざけの場合はなおさらだ。彼に水をかけたコップ一杯の水を、その結果は、あの大柄な間抜けはレンチで私を廊下まで追いかけてきて、私の額に大きな切り傷を作りやがった。私は今、奴が狂っていると完全に確信している。いつか調べてみよう。5月14日、金を封じ込むことに同意した後、私はドクター・グレームを説得し、ジャレットの医療記録を手に入れた。あ、こっちはこっちで割と動いてますね。ジャレットは本当に精神を病んでいた。彼は怒りの爆発に悩まされている。ある報告によると、彼は弟を車で引き殺したそうだ。ジャレットはそれを主の意思だと信じていると書かれている。しかも太文字で、大文字で。一体どうやってこの船の一番重要な場所にいることができたのだろう。彼を怒らせないようにしなくてはならない。6月4日、日に日に父の屋敷が恋しくなってきた。メイドやシェフに世話してもらって育ったんだ。自分で後片付けをしたり、食事のためにわざわざ食堂まで歩いて行ったりするのは大変なことだ。時々自分の正気が疑わしくなる。ジャレッドの趣味の古い輸送ポットの修理を少し批判したら、彼は私を睨み返してきた。そのことを彼に話したとしてどうなるんだ。信じられない。あいつ、私の類語辞典を燃やしやがった。ジャレッドは私に向かって突き進んできて、私の手からそれを引き剥がし火をつけたんだ。そしてエイプリルフールだと叫び、燃える本を頭上で振り回しながら走って去った。何度入力し直したかわからない。なんかいまいちな感じだ。もっといい言葉があるはずだ。類語辞典を返してほしいぐらいだ。頭が良くないと尊敬されない。コウさんだ。今日ドクター・グレームに偶然会ったら、私の言葉が気取ったアホに聞こえないって言われた。これからは普通の人のように話せばいいんだ。そうそう、普通というのはかなり大きな言葉だ。腕が痛くなった。発電機からカビを全部取るのは大変だった。でもやったぞ。掃除は簡単じゃないけど達成感がある。ジャレットは悪い面ばかりじゃないと思う。今日もよくカッとなることを謝ってくれた。だから私もお返しに謝った。最後にそんなことしたのはいつだろう。なんてことだ。そいつが大量の食料を隠し持ってたことを知ったんだ。もうじきなくなるのに分けてくれたんだ。もしここで餓死しなければ、田中基金のチャリティーを彼に任せてもいいかもしれない。まだそんなのは存在してないけどね。仲良くなり始めた頃ね。配給が来たぞ。冷凍庫には十分な量の食料がある。双子の連中よりはるかに飢えてないぞ。感心するよ。よくもまああんなに少ない食料で動けるもんだ。彼らは巨人だ。エンジニア区画が完全に封鎖した。あれが何であれ発電機から遠ざけておかなければならない。あ、もう日の目を浴びることはないだろう。少なくとも私が死ぬ時は唯一の友人と一緒だ。仲良くなってんじゃん。よかったね。お友達できて。よかったですね。終わりかな？お！あ、潰しやがった。なんか出ました。メンタマー。次のとこ行きますか。目的達成。くるんくるん。さあ次のところ、ビジターセンター。あ、脱出できるじゃん。ついに新品同様のヘビーローダー来ましたよ。うっすらと光る埃に覆われた重厚なローダー。これじゃないの？これじゃん。あ、外れかけのレジオパネルです。モーマークスキャナー持ってますよ。あれ？ね、スコットはあの後突っ込まれたんでしょうね。あ、まずはこれね。わかるわかる。これ電源セル入れる穴があるじゃん。違った。違いました、皆さん。メンタマビューン。お、開きました。あれ？電源セル2ついる感じかな、これ。あ、来た。来たよ。
来てるよ。エンジンをかけたローダー。いや、運転しますよ、皆さん。でも俺だけで脱出してもな。お、お、これ何、博物館。わお、免許は持ってないね。お、終わり？終わり？事故っちゃったよ。グルームレイクビジターセンターへようこそ。経営者はお客様が快適にお過ごしいただけるようどうたら、個人情報タグに病歴が反映され正しく機能していることをご確認ください。あ、ケインって書いてありますね。このゲーム、あのステージスで気に入った方はぜひ、あの別作品のケインっていうゲームをね、やってるので、チャンネルの再生リストから探してよければご覧ください。同じ世界観です。何するんだろうね。グルームレイクの模型ですよ。2100年に建設されたこのタワーは全長6106フィートです。核融合炉を搭載したこの巨大な船は惑星採掘プラットフォームとして広く使用されました。この船は15年間の大気暴露の結果、船体が弱くなり廃船が決まりました。なるほどね。USG 石村もね、あの採掘用の船ですからね。インフォメーションセンター。ケイン採掘株式会社は2050年に設立された。ヘンドリー・ケインは工業資産買収により東アジア太平洋地域の債務返済を管理するために任命されました。なるほどね。何の話やねん。壊れたローダー。いや、もう壊れとるやないかっていうね。あ、ちょっと待って、こっちも。このポスターは95歳の元気なヘンドリー・ケインを描いてます。95歳、若々しい、若々しいですね。ご存知ですか？ケイン採掘株式会社は2090年にケイン社として生まれ変わりました。なるほど。何の音？あっち行きますけどね。ちょっとこっち側も見ていこうかな。2116年ケイン社はこの採掘船を研究所として再利用することを決めました。グルームレイクって船だったんだね。大きいね。ここはここ。あ、プラスチックが突き出てる。ヘンドリー・ケインは2000年1月26日に貧しい家庭に生まれました。母親のクララは店員、父親のエドムンドは獣医でした。なるほどね。読みましたね。これなんか野口英世みたいな。でも触れますね。何？一緒じゃん。モローダーは何もできないんだ。わあ、ちょっと。2120年、カンドッグを出たタワーはグルームレイクと名を変え、外惑星航海を始めました。ちょっとなんかスターリン像的になってきたよ。お、ジャムティーさん、お疲れ様です。急に寒くなりましたね。そうですね、めっちゃ寒いですね。皆さん風に気をつけてありがとうございます。ゆっくり見ていってください。チャールズ・クラーク・ケインは父親の後を継ぎ、一族の遺産を受け継いだことを誇りにしています。いや、今日本当にね、ちょっと半袖じゃ寒いぐらい寒かったね。2077年、地下1マイルにある日本のキャンプ571から、宝のような医療研究試験治療が発見されました。キャンプ571って、あの第二次大戦の舞台名じゃないですか。571部隊とかありましたね。ワシントン DC に立つ追憶の像。多分第二次大戦の571部隊って、なんか虐殺をしたとかなんとかって言って、なんかね、有名なやつ。スラッシュメタルバンドのね、スレイヤーっていうバンドがね、ユニット
571みたいなのをね、書いてた気がしますね。ご存知ですか、ヘンドリー・ケインは軍に所属し、海軍パイロットとして勲章を与えられた。医学研究の急速な進展とその保守的な研究は遺伝子操作の完成につながりました。医療冷戦としてメディアに取り上げられましたが、優生学時代は選択的交配が非常に過熱した。2049年、未承認の遺伝子組み換えが世界的に禁止されました。いやでもこれはさ、今後あるよね。あ、731部隊ですね。71違い、これあるよね。でもね、いやもう最近のさ、ニュースとかでもありますけど、ネットとかでね、精子売買みたいな、あれすごいよね。俺は無理だわって思いながらいつも見てるんですけど、あれ危険だし、まあ医療的に発展したとしても、やっぱりなんかそのね、クローン兵の中におけるボバフェットみたいな、ジャンゴフェットのお気に入りみたいな、お気に入りとか出てきちゃうね。ちょっと待ってよ、こういうエピックな BGM 大好き。解放に向かっていく気がして、救命ボート、あ、救命ボートだよ。ついに皆さん脱出しますよ。私は、あ、出口、この明るい感じいいじゃん。じいさんこんばんは、ありがとうございます。なんかいるぞ、何これ、めっちゃおしゃれやん。家庭を持たぬ者はこの世で一人寒さに震える。突然詩を歌い始めた。あ、いい、エアロック。お、おっと、マラン、この人殺しが本当にいいガキバレちゃうな。ジョン、彼を撃つの、今すぐ彼を殺して。彼は今は引き金を引いてしまったようなものだ。しかしあなたとヘンズレ君が銃に装填した。逃げようなと思うなよ、この怪物野郎が。怪物？誰の基準で私を怪物と呼ぶんですか。人間のモラルは神には適用されない。あ、それもわからなくはない。あ、これは、これどうしよう。プラズマかった。嘘。嘘。ステイシス。死んじゃった。何をすればよかったんだろう。まさか今かっこよく決まって終わるんだと思ったら、綺麗に射殺されてしまった。マダラー、 You really are a roach, Mr. Marache. John, shoot him. Kill him now. これはもう上のところを撃てってことかな。 I may have blown the trigger.いや、バリアって本当にバリアだよ。ミス・ヘンズリー、ロードド・ザ・ガン。Don't try to worm your way out of this, you goddamn monster. You goddamn monster. By whose standards do you call me a monster? Did you call me a monster? The morals don't apply to gods. Don't apply to gods. いきます。プラズマカッター。ティア、何かをつかめ。上だったんだこれ。ドクターマラン倒しました。嘘、嘘でしょ。内部耐久は持っています。俺めっちゃ出血してる。嘘、嘘、嘘、量子ストレージデバイスが損傷、または見当たりません。大腿骨骨折を検出。See immediate medical attention.
嘘。エレン。エレンか、本物？ええ。彼女はここにいるわ。どういうこと？どういうこと？終わった。終わったんだ。It's over. 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 I'm sorry. It wasn't supposed to end like this. ごめんなさい。こんな風に終わるはずじゃなかったのに。Waking you was a mistake, John. あなたを起こしたのは間違いだったわ、ジョン。I'm happy to have met you. でもあなたに会えてよかった。I don't understand. どういうこと？Tia. What do you mean? Tia, どういう意味？You woke me. 君が私を起こしたの。Answer me. 答えるんだ。We needed a way to transport. グルームレイクから研究を輸送する方法が必要だったの。奥様の骨髄は完璧な保存装置だったの。研究？ This is about fucking research. 研究？ Yes. It's about research. 研究のため。これには何十億もの価値がある。何十億もの。じゃあ君がこのすべてを引き起こしたのか。君がこれらを解放したのか。私はそんなに愚かじゃないわ。奥様の遺体を回収するために送り込んだバカどもが封鎖プロトコルをすべて無効にしてしまった。混乱でエレンを見失った。あの女、ユーリはマランが絡んできた時にあなたのところに行く途中だった。私の DNA を取りに来た。このサーブな状況でデータキャリアを見つける唯一の方法だった。私が彼の秘密を言ったら、ケインじいさんは墓の中で転がるだろう。マランと全く同じだ。そう思ってるの、ジョン。あなたは奥さんを愛してる。私は夫を愛しています。ケインの治安部隊が攻撃中に夫を殺してしまった。ケイン社は私から全てを奪った。今度は私が彼らを焼き尽くしてる。こんなことしなくても。2つのステーシスポットなんてありえないのよ。場所を確認。自動操縦装置、出発まで行っちゃう。やっぱりこいつがあれなんだよ。そうでしょ。ちょっと待って、なんかできるんじゃないこれ。君に私を助ける気はなかったと。私を利用した。私の家族を利用した。これは個人的なことじゃない。個人的なことじゃない。ビッチ。お、なんか拾ったよ。なんか使うんじゃない。エレン・マルチ。エレン、エレンを助けないと。どうすんの。どうすんの。これを自分に使う。違う。何を拾ったの今俺は。何を拾ったんだろう。どうするの？あ、ティアに使うんだ。ティア。Fuck you. Fuck you. あ、なるほど。ジョン・マラチェック、完全勝利。本船の出航を許可します。いや、二人で出てもさ、もう娘死んじゃってるんだよなーって思うともう辛くてしょうがない。目的地を変更しました。 I love you, Ellen. 愛してるエレン。エレンももう感染というかただの器でしかなくなっちゃったから。嘘でしょ？
レンが。エレンもずっと前に死んでたんだよ。報われねえ。報われないよ。いやー、よかったっつって。よかった。よかったね、この心えぐられる感じは素晴らしい。辛い。辛いね。しかもクレジットもう終わっちゃうっていうね。さすがインディーゲーム。クレジットロールというか、クレジット画面で終わりそうな感じ。終わりました。なるほどね。これなかなかきついですね。いやー、でもよかったね。よかった。配信5回やって、めちゃくちゃ読みましたけど、よかったですね。うん。このバッドエンド含めて割と、作品としてはよかったな。実はね、このステイシスと、続いてケインっていうのと、あともう一個ね、ディソレーションなんとかっていう、また別のゲームがあったり。で、今度、このステイシスの続編がね、また開発中らしいんでね、ぜひね、やっていきたいですね、これね。ちょっとハマりそうですね、この独特な世界観。ちょっと他のね、ホラーゲームとも雰囲気も違うし。いや、面白かったなぁ。ね、辛いけどね。めっちゃ辛いですね。大腿骨は手術必須。ってことはもう、ジョンもこのまま、お亡くなりになられると。うん。虚しいラストですけどね。まあ、何度も、ね、この世が嫌になって死んでましたね。ね、面白かったですね。ちょっとぜひね、この、開発チームの作品はね、今後もやっていきたいなと思いますんで、またそこね、ブリッツさんっていう、日本語化モッド制作者の偉大な方が、ドクターマランみたいな方がいるんで、ドクターブリッツに、日本語化モッドの制作をお願いしてね、多分やってくれますから、やりたいですね。というわけで皆さん、本日も最後までご視聴ありがとうございました。高評価、いいね、まだ押してない方はぜひよろしくお願いします。ロケンさんでチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もしてみてください。よろしくお願いします。というわけで皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画で。